はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということでね、本日もやっていきたいと思います。今日はですね、今日本がですね、こう置かれている状況をですね、ちょっと皆さんでね、もう一度振り返ってみましょうということでですね、ちょっと見えてくるものがあるんじゃないでしょうかっていうね、ちょっとかなり重要なメッセージ性も込めてね、やっていきたいと思うんですけども、まあその話をするのにですね、まあちょっと都市伝説みたいなね感じの内容も含まれるんで、皆さんはですねそれに対してどう思うかっていうのはね、またちょっと別の問題の話になってくるんですけども、最近ですね皆さんの中でちょっとね気になるニュースけど、そんなに気になってないけれども、あれなんだこれっていうふうに思うニュースがあると思うんですよ。でそれは何かっていうと、停電が多くないですかとね、この間電車も止まりましたよね。停電で電車が動かなかったとかですね、関東とかあと東京の一部で停電が続いてっていうね、こういう話があって、でそれに対するですね、原因がね解明されてないと、ニュースとかにもなってるんですけども、詳しい原因は分かっていないみたいな感じで止まっていて、でその後のですね、こういう理由でしたっていうものとかはですねニュース記事に出てこないわけですね。でここに対してですね、まあどれだけ疑問を抱いている人がねいるか、分からないと思うんですけども、まあ結構ですねこういう界隈とかでそういうのを調べてる人はですね、あれこれってもしかして太陽フレアの影響かなとかね、いろいろこう考える人もいると思うんですけども、もちろんですね太陽フレアの影響が今後ね続くことによって停電がですね2週間ぐらいね起きる可能性もあるみたいなね、こういう記事もあるんで、あもしかしてそれなんじゃないのかなみたいな感じで考えている人もいると思うんですよ。ただですねもう一つのね説をねちゃんと用意しておきましょうと、人為的にね、よって起こっているものね、これはですね今はいろんなですね技術っていうものが進んでますから、ある一定の地域のですね特定の場所のですねまあブレーカーだったりね、そういったものをですねショートさせてね落とすっていうことはですね技術的にもう簡単に可能なんですね。でそういった中で今世の中で起こってる出来事って何でしょうかって言ったら、かなりねこう YouTube とかでねいろいろそういう固有名詞とか分かりやすいような言葉でねこうバッて発言してしまうとですね、まあそこに引っかかってしまうんで、かなりですねリスクがあるっていうね状態なんですね。なのでちょっと濁しながらこうお話ししてるんですけども、そういった世の中ですから、その技術をですね使ってですねそういったことを起こすことも可能なんですよと。その上でですね、じゃあこの争いっていうのは僕もですね動画でね過去にもこう言ったことあるんですけども、主義対主義なんですね。で何の主義かって言ったら、まあ、今僕らがですね言霊のね回でお話ししているカネギオンズって呼んでますけども、まあ、そういう主義ですね。で同じくですね、実はもう一個のね共産的なものもですね、同じカネギオンズの主義なんですよ。なので同じカネギオンズ同士の主義が戦っているってことになるんですね。でこの原理によって動いているものっていうのはですね、その原理上どちらかが勝つまで必ず終わらないんですよ。ですので僕らはですね、まあ端的に言うとそこに巻き込まれてますよねと。なんで巻き込まれてるかって言ったら、まあそれは1945年からですね、日本はこう負けてしまったから、まあある種こうねへへーみたいなね感じになってるわけですよ。でここはですねこのニュアンスで皆さんこうご理解していただけると思うんですけども、そんな中ですね、まあそこと対抗しているっていうものがですね巨大なものがありますね。大国2つがありますね。主に大国2つがあると。でそこをですね挟んでね角刈りのいる国がですね、こっちに対してねこうバーンとこう飛ばしてくるわけですよ。で、まあ、こういうのはですねいわゆるその情報戦の戦いでもあるんで、経済とかね情報とか実際の軍事とかね、まあ、いろんなところでですねこういった展開というものが繰り広げられていて、である意味ですねこっちにこう飛ばしてくるっていうものはですねこっちの情報を引き出すための手段の一つでもあったりするわけですね。まあそれをこう飛ばすことによって実際にですね日本がね持っている防衛がですねどれくらい反応するのかね、どれくらい動き出すのかっていうことをですね、まあ、見てると。で冒頭に言ったですね今度停電の話なんですけども、この停電もそうなんですよ。首都圏でそういったものが起こった時にどれくらいのね、例えば警察だったら警察が出動したり、ね、自衛隊が出動したりっていうねこういった状況をですねこう見て、なかなかにねその機能がね働いてないなっていうふうにこう、まあ、見たりするわけですよ。でその上でどうするかっていうと、どん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 その、主義主張がですね押し寄せてくるとね、幅をねこうどん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 幅寄せしてくるって感じなんですよ。でその幅寄せをしてって、ここは俺のところだみたいなね感じでこう言うわけですね。
で、ここまでですね、ちょっと皆さんね、まあ、日本っていうのは圧迫されてきてるんですよと。その主義対主義のね、挟まれて、こう主戦場になってるんで、そこにこう挟まれてるんですよという、この状態があるわけですね。でも、言霊学でですね、僕何回もやってますけども、この二元の枠から超えましょうと。で、それはですね、選択実践地というね、道徳的への次元というものがあるんですけども、この道徳的への次元っていうのは、ね、実践において、実践なんで、そこに概念とか主義とか主張とかそういったものではなくて、実践においてですね、選択をする。今何が正しいのか、今どうすべきかっていうね。で、この今どうすべきかっていうのは、例えば、車を運転してますよね。車を運転していて、あ、事故りそうだっていうふうに思った瞬間、なんかいきなり急ブレーキかけた車がいてね、事故りそうだって思った瞬間、どうしますかと。これはですね、議論でね、考えて、これはこうだからこうだとかね、感情的にね、お前合ってんだみたいな感じでね、こう、とりあえず叫べばなんとか回避できるとか、そういう問題じゃないじゃないですか。ね、事故りそうだって思った瞬間に、ハンドルをですね、こう切ったりして、自分はですね、こう防衛をしようというね、こういう反応が働くと。で、人間はですね、自覚をしていないというだけで、例えばね、虫が飛んできた時にこう瞬時にこう避けるとかもそうなんですけども、自覚をしていないっていうだけでですね、心の働きとして、虫が来た瞬間に避けるとかですね、車が事故りそうだってなった時にこう避けるとか、ハンドルをね、切った時にこうやって動かしているこの指令とかっていうのはですね、まあ、脳がですね、その反応を出してるわけなんですけども、ここの根本に関わっているものがですね、いわゆる言霊というね、僕が毎回お話ししている、まだ言葉になっていない言葉。この言葉になっていない言葉が人間は指令として手足を動かしたりだとか、何も考えてなくてね、たまたまこうトイレ行きたいなっていうふうに思ってる時に、ぼーっとトイレに行ってる時とかもそうなんですけども、それは僕らがですね、その性能をですね、自覚していないだけで、そういった性能が働いてるんですよっていうことがですね、いわゆる言霊学であると。で、その中の絵というね、この実践地っていうものを大事にしましょうという結論が出てくるわけなんですけども、これはですね、その今お話ししたように、車がね、急にブレーキかけた時に、うわ、危ねえと思ってこう切り替えた時のですね、うわ、危ねえっていうね、その真実、ありのままの言葉をですね、その通りにこう動かしていくっていうね。だから防衛としてそれを避けることができるっていうね。この避けるっていうのは、数あるいろんな選択肢の中から、今、そうすべきだという、この指令が働いてそうなっていると。いうわけなんですね。これは自覚してるしてないに関わらずですね、人間に持っている性能ということなんですね。これが絵の次元なんですね。もう一個ですね、ちょっとね、イメージ的にちょっと考えてもらいたいんですけども、自分がですね、住んでる家にですね、いきなりなんかナイフを持った人が入ってきましたと。おい、ちょっとお前ここどけよみたいな感じで入ってくるわけですよ。で、こっちからしたら、おい、ふざけんだよみたいなね、感じになるわけですね。その時にですね、皆さんだったら何しますかと。もちろん選択肢がいろいろあるんで、いろいろパターンがあると思います。まずは対話で、いやいやいや、ここは自分家なんでね、ちょっと落ち着いてくださいみたいな感じでこう、言ったりしますよね。で、あとは、もうそれでもですね、いやいや、ここはもう今日から俺ん家だみたいな感じでこう入ってきて、で、向こうはこっち持ってるわけですから、こっちは持ってないと。やばい、どうしようみたいな感じになったらですね、とにかくね、こう逃げて、警察に電話して来てもらうとかね。で、あとは台所に行って自分もこうやって持って、これ以上近づくなみたいなね、感じでこうなるっていう。こういう選択肢はいろいろあると思うんですね。で、この日本がですね、いわゆるその強い立場でね、対話をしていくっていうことになるにはですね、濁しますけど、コアをね、持たないといけないんですよ。持たないと、いわゆる相手とですね、対等に立てないわけですね。で、向こうは持ってないから来るわけですよ。で、例えば、これを別の言い方すると、ここんちはね、何にも武器も何にも持ってねえから、今からね、こっちナイフ持ってってね、この家の中入って侵入しようぜ、みたいな。で、俺たちがこう、とりあえず、脅して、金出してもらおう、みたいなね、感じになるわけですよ。で、本当にそれがですね、持ってなかったら、もう来られるがままにですね、あ、すいません、みたいなね、勘弁してください、命だけは勘弁してください、みたいなね、感じになっちゃうわけですよ。ですけれども、こっちはですね、それ以上、例えば向こうが持ってきたもの以上にですね、優れたものを持っているというふう、自負があるとしますよね。そういう自信があったとします。そしたらですね、パッと来た瞬間に、おぉ、なんだてめえみたいな感じで、こっちは日本刀を出すみたいなね、感じになった瞬間に向こうはひるむわけですね。これがですね、いわゆる人間が持っている防衛本能なんですね。これは別に今回のその世界的に見てるね、このシーンだけじゃなくて、例えばちょっとしたものでもいいんですよ。イノシシとかもそうですよね。イノシシがバーって現れた時に、こっちが何にもなかったら、やべってとにかく逃げるしかないみたいな感じなんですけども、向こうがですね、あからさまにこう近づいてきていて、で、こっちもですね、向こうをひるませる何かの道具を持っているっていうね、自信を持っている時はですね、バッとこう、やるわけですね。ナタでも何でもいいですけど、こういう風にやると。そうするとですね、向こうも一瞬ひるんでですね、お互いに睨み合ってですね、どっちかがこう疲れるまで待つみたいなね、感じになるわけですね。でも向こうもですね、うかつに手出せないっていうようなね、そういう雰囲気になりますから、来れないわけですよ。
でも日本っていうのは今皆さん考えてもらいたいんですけども、まあ、何もないわけです。でこれは1945年からその、犬になってるんで、それはですね持たされていないっていうねことなんですけども、ただこれをですねずっと変えよう変えようっていう風なね動きっていうのはずっと日本政府ってやってきてるんですよね。改正しましょうみたいなね感じでやってきてるんですけども、なんとですねこれはね叶わなかったと。でなんでかっていうと、その今のですね、僕ら含めてねその国民が誰かがね本当にこう言い出してどっちが正しいのかっていう風にずっとこう見てるんですよ。ずっと見てこれってどっちが正しいんだろうな、自分には分かんないなみたいなね、我関せずみたいなね感じになってるっていうのが現状で、まあそういった現状からですね言霊学に戻るんですけども、それっていうのは何もしないっていうことですから、何もしないということはですね、何も未来の進路がね変わっていないと、変わらないという現状を作っているっていうことになるわけですね。日本はですねまず確実にこのコアを持たないと防衛っていうものはまずできないんだっていうことがまず一つなんですね。でこの道徳の次元のねなぜお話をしたのかっていうと、この道徳の実践地っていうのはですね僕毎回お話ししてますけども、ことが起きる前に解消させることもできるんですよっていう言い方をしてるんですね。でカネギオンズとか科学っていうこの思考というのはですね犠牲を生んでからじゃないと進まないっていう性質を持っているってお話をしてるんですね。でこれはまあ医学でもそうですし技術でもそうですし、何でも何かの犠牲があるからそれよりもいいものを作ろう、優秀なものを作ろうっていうね、こうやって上塗りをしていくっていうことをですね繰り返していくっていう原理なんですね。でも道徳の実践地っていうのはそれらがですね原理として分かっているから、あそうなるであろうという前にですね対策が打てるという境地になるわけですね。でなんでこの話をしているかというと、じゃあ皆さんにですねこう質問したいんですけども、これ満場一致でですね皆さん同じ答えになると思うんですけども、ピューンをですね落とされてから改正するんですかと、防衛するんですかっていうこの道と、落とされる前にそうならないようにするのかっていうこの2つだけなんですよね。落とされてから、いや危ねえからじゃあやっぱ改正しようみたいなね、犠牲めちゃくちゃね何百万人も死んじゃったから変えようかっていう風になるのか、そうなる前にですね明らかにそうなりつつあるよねという現実を見てそうなる前に変えようぜと、この選択肢、この選択実践地というのが絵の次元、このどちらをですね選ぶんですかというお話に、なるわけですね。なのでもう答えはですね出てるんですけども、まあ、皆さんもですね実際何をしていいのかよくわかんないっていうね感じだと思うんですよ。言葉にしていくっていうことからですね全ては始まってるわけですから、言葉にすることによって、それがマクロ的に展開されていくと、まあ同じようなね意思を持った人たちと行動に移ったりできるわけですね。なので僕はですね一応声にね言葉にしてこう皆さんにお伝えしてるんですけども、自分にねできることから、ね前々回のお話ししたね動画みたいにするというふうに決めてですね、その物事を動かしていくっていう方向にですねやっていけば、何らかしらの変化はですねだん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 生じてくると、火付き神事とかにも書かれてるんですけども、これはですねだん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 良くなるやり方なんだぞというふうに書かれてるわけですね。なんでそれは自分の言葉からねだん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 変えていくっていうねことなんで、そっから世の中を変えていきましょうっていうことなんですね。その人間が持ってるねありのままの防衛本能、虫が飛んできたら避けるとかですね、向こうがナイフ持った人が現れたらこっちもそれ以上にねね向こうがひるんでもらうようにねするっていう、この、動作一つからもですね読み取れるように、日本には防衛というものが今ないんですよと、ないから何でも好きにしてくださいっていう状態になってるんで、それだとですね皆さん幸せですかと、ね、全然幸せじゃないっていう人たちが今たくさん世の中に増えてるわけですよ、ね、幸福度ランキングとかだいぶこう下に落ちちゃってですね、日本は全然幸福じゃないっていうね人たちが増えたんですけども、それらもですね全部守るというこの防衛というものがですねまずないから、そうなってると、この防衛というものをですね作るっていうことからですね始めないと、いけないわけですね。ただこの日本にはですねもちろんもうすでに入り込んでる人たちがねたくさんいるんで、おいおい何言ってんだっつって感情論とか上げてきてですね、戦うための法案だみたいな感じでこう言ってくる人たちもいるんですけども、そうじゃない、防衛というものがあるんですよと。じゃあ実際にこのコアっていうものをですね世界各国で作ってますよね。使用したことはないじゃないですか、世界各国で持っていると。でもこの人たちってじゃあ何のためにそれを作ったのかと、戦うための法案のね改正なんだっていうふうに言ってる人はですね、この世の中にあるですねコアっていうものをですねどっかに打ち込むために作ってんだっていうふうに思ってると思うんですけども、そうじゃない、防衛なんですよ。自分たち以外のところにね打ち込んで、自分たちの国だけ生き残ろうっていうことではなくて、自分たちの国がね侵食されないようにコアを作っておこうということなんですね。そのコアがあることによって、いやお前これ以上近づくなよと、で向こうもコアを持ってたらいやいやっていうこのせめぎ合いの中にいるんですね。なんで
これはですね、今日本はですね、その、持ってる同士のね、中で、こう、争われてる中に巻き込まれて、その真ん中でですね、いやー、勘弁してください、勘弁してください、みたいな感じになってるわけですよ。だから、これをですね、日本が立場をね、ひっくり返すにはですね、日本もその対等の立場に立って、いやいや、お前ら何やってんだと、そういったためにね、作ったんじゃねえだろうと。これはお互いの国が侵食されないために作ってるんだから、お互いに協調しながらまずこれは話し合いをするんじゃないのっていう、この話し合いをするっていう一つのですね提案もですね、まず自分の防衛というものがですねないと無理なんですよ。ここをですね皆さん、この選択実践地落とされてから、犠牲が生まれてからそうするのか、それともその前にですね実践地の A というねこの選択肢によってですね、あ、そうなる前にこうしようというふうにするのか、皆さんがですねどういう答えをね持つのかっていうのはそれは自由ですけども、僕はですねそういうふうに言霊学の視点からも考えてますよということでですね、発信させていただきました。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。